さあ始まりまりした星原拓しの横ばってんがさ TV でございます。ということで、今日のゲストはこちら、周ュ有吉さんでございます。どうも、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくいます。じゃあ、んでいただいて。ということで、今回はね、えー、龍巻山。はい。巻山。というね、若松島の方にある山にちょっと向かっていっております。はい、えー、山ですかそう。竜巻、竜が見える山でじゃん。すごい名前ですね。そうそうそう。ね、すごいね。はい こう若松大橋の方通ってね<ー>若松島の方に行くんですあ,あ,あの橋はもう覚えてますよ何度も何度も通ってるんで <laughs> 俺も龍竜巻山ね、はい、小学校の時に一回遠足で来て 1>、はい、で中1の時に遠足で一回、はい、<laughs> 遠足よく行きますねで <laughs> それから 多分5回も行ったことない。ああ<ー>。そんなにじゃあ行かない行かない。ちゅう道がめっちゃ狭いんや。ははで、ガードレールとかもないよ。ええ、怖いですね、それは。そう。だからね、なかなかね、行かないとこなんやけど、まあ、前回行ってないとこにちょっと行こうかなと思う、はい。いや、まあ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 。やっぱ地元の人はね、そんな行かないですよね。逆にまあね。さあ、わかるかなここら辺。覚えてる なんとなくですね、正直。正直なんとなくですよ。はい。似たような景色です。正直。まあ、まあ。あ、でも、あ、あ、覚えてる橋、もこういったら橋じゃないですか?。そうですよね。思い出した。はい。さあ、ここから見えます。うわ、あ、来た、来た、来た。橋だ。いや、あ、いいですね。いいですよ、この橋は。この橋を作るためにね。 うん、大変だったですからね覚えてる、はい、この橋をあの立ててくれた政治家の人の名前 <laughs> もうさすがにそれ毎回忘れますよああ忘れたのかそれは忘れますよ白浜仁吉さんでございますあ、はい、白浜仁吉先生ですねそうよ、はい、まあでもこの名前をねえ <laughs> っと言ってるの俺ぐら <laughs> いし<や>かもうおらんのかもしれない,けど知らないですよ僕全然ゆかりがないんで知らないですそら さあ若松大橋でございましたああいいっすねさあ来た来たはあもうこの時に6時え、うん。もうそんな時間なんですかうん6時過ぎぐらいじゃじゃじゃ昼間もっと早い時間来てくださいよいや昼では釣りに行ってたあ釣りに行ってたからああそ,<う>そうか <laughs> そうなんでございます い,やでもいいですねあ確かにちょっとちょっと日が落ちてきてますねあでもなんかいい感じだなでこの下には私の中学校若松中学校がはいああそうでその高い旅って返す浴場あったん、はい、あそこに中学校あったでしょはい、はい、ありましたありました3階建て、はい、結構でかい、はい、あそこの中学校もねなくなるんだって、えー、でうちの中学校だと 合併なんだってああまあまあまあそうかめっちゃもう人少なくなってるマジでそうっすね子供は減ってるんでしょうね若い人がまあまあまあしょうがないっちゃしょうがないかもしれないですけどちょっと悲しいっすねそうん一家族は移り住んであれね <laughs> <laughs> 何のあれもないなん無収入になっちゃいますよなんでやもんいやもうやれることがないじゃないですか 釣りうん漁師になったら漁師にそんな釣りうまいんならうまくないですよ根性がないですよそうかトークライブで毎日いやいや飽きてくるでしょもう1回目だけです全部老人ホーム回ったりお金にならなそうですよそれそこが若松島こで左にここ老人ホームがこう立ってるんやけどここが若松小学校の グランドででここで調味大臭いやつでああはいはいはい伝説のあの俺がバトンを落とした伝説のってでここ河内ケーキ屋でね今もうケーキはやってないんやけどクッキーはまだ置いてあってそのクッキーがめちゃくちゃ美味しいんや買えるたびにね買いに行くんよここ俺が小さい時からもあってうまいんよ変わらずもう味がああ食べてみたいですねめっちゃうまいよいいですね昔ながらのでここは左に曲がってはい お龍巻山の方に向かって結構登り行きってますねやっぱ結構あれでしょはい細いでしょなんか山って感じになってきましためちゃくちゃ細いんよはいここマジで対抗者きからマジで確かにこれ怖いですねそうどっかちょっと広いとこまでどっちかバックしないといけないあ結構登っていくお中学ん時ね 一回中1の時かな、はい、久保田先生って体育の先生とね、はい、体育祭で使う竹をねああはい,はい、はい、ここら辺まで切りに来たりしてほしいやったなあ <laughs> こっから中学校まで竹持って行くの嫌 <laughs> じゃない嫌ですね <laughs> 元気してんのかな久保田先生いやもう退職されてるでしょいやとっくりされてるよ <laughs> <laughs> でも、それ島の方なんですかいや、先生も。いや、久保田先生多分違うと思う。まあ、長かな市の方やったんじゃないかな。戻ってるんじゃないですかね。当たり前ですけど。いつもね、あのー、演じのね、ジャージした。<laughs> 声めっちゃ低い喉どぼとけがめっちゃ出ててめっちゃ大人の男って感じの怖いななんでいやんか大人の男のんか匂いがずっとしてて臭いってことじゃないですかそれやろ加臭じゃないですかそれそれやろバレーボールのね担当先生やっててああ背でかいんですねじゃあそうまあでも1767ぐらいだったんじゃないのかな ず結構うねうねしてますねーガードレールないっしょはい結構怖くない酔いそうだなこれ乗ってたらうん中1の時遠足でここ歩いてきたな歩いてですか結構な距離しもちろん歩いてうん懐かしいよ確かにこれ結構まだ険しいというかうんいや険しいですよこれそうよ険しいよま えでももうもうすぐすかねまあまあまあそうねはあまあ1キロもないやろねもうあんまりやっぱ車も来ないですねさすがにねはい確かにこれ対向車来たら嫌だなね <laughs> でしょよける場所もないなあんまり カブトムシとかね、めっちゃ飛んでそうだけどね。え、いるんですか。いや、いるよ、いっぱい。あ、いるんですね。子供の時、とりました。とったとった。家に。飛んできてた。飛んできました。玄関に、ガチャン。あの、光にね。で、玄関に。あの。ぶつかる音で、何の虫か分かってたもんね。小学生の時。なるほど、すごいですね。すごくない。もう分かってくるんよ。あ、これ、カブトムシのオスだとか。あ、カブトムシのメスだとか、クワガタ。クワガタも音は違うんよ。 まあ軽そうっすもんね、ちょっと。ああ、軽いのはね、かな分。はあはあはな分、軽い。カブトムシは確かでかいんでそう、カブトムシはね、男がやっぱ、はい。鈍い。いいっすね。カブトムシのオスがやっぱ一番なかなか取れんかったね。あメスが一番多い。あそうなんすねうん。もう玄関にガンって。嫌だ。で、クワガタもね、平田クワガタはやっぱ多い。あ。で、ミヤマ、あミヤ、 宮はいなないいいんじゃないですかいや一回飛んできたええ立派やったな角が平田クワガタも多分結構貴重ですよ本来あそうなんや、はい、でも平田クワガタも結構メスが多かったなああ なんかやっぱじゃあ光に飛んでくるのメスが多いのかもしれないですね。もしかしてか数が違うんじゃない数が違うはおかしいでしょう。そうなの<あ>オス食べられるんじゃないの人工がおかしくなっちゃう。メスに食べられるんじゃない <laughs> いやいや、人工っていうかその虫、虫工がおかしくなるじゃないですか。さあ。<laughs> わあ、狭い。狭い一気に狭い。さらに狭くなった。うん。でももうちょいでございます、ね。これ大雨の時とか怖いな、崩れそうで。ね、はあ。 結構狭いでしょ。いや、これは狭いですよ、本当に。ガードレールもないし、本当に。わあ大丈夫か、これ。もうずっと登ってんな。これ歩いてくるのほんに嫌大変やろあ、さあ、開けた、開けた。ここでございます。竜巻さん。いいっすね。いいあ、結構標高ある。あそこが、さっきおとした若松大橋。はいはいはい。いや、一望できるじゃないですか。いいな、ここ。いいでしょ。はい。 行ってみたいここここいいっすねであ眺めいいいいでしょはいぜひぜひ上戸島に来たら若松島のほ本当にいいじゃないですかここいいんだってああぜひぜひ来てみてくださいあすごいちっちゃい島ああなってつながったりとかそうそういっぱいあるからね島があこれはいいっすねそうきれいだぜひね上戸島に来てねあの橋の上でねはい綱引き対決してみてはいかがでしょうかということで